名古屋市中区で活動しております武道源人です。今年のテーマは終わりし観音。この会場の皆様にご利益がありますように。それでは皆様よろしくお願いします。お茶飲み行く。よろしくお願いします。偶然の海にたゆたう慈悲の心、19代目武道源人、極楽浄土、うつつの世に咲く菩提の蓮華。終わりを照らす四つの光、五光に包まれ合唱するその者たちの名は、極楽戦隊ダイヤモンド。一段去ってまた一段、次回はローラン大観音、極楽戦隊大観音。